皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、世界一ふざけた夢の叶え方というテーマでお届けいたします。皆さんは夢にチャレンジしたことはあるでしょうか？私自身、過去を振り返ってみると何回か夢にチャレンジしたことがあります。10代の頃はプロミュージシャン。そして20代になってからはコンサルタント。そしてですね、今はコンサルタントをやっています。ということは、私自身夢を叶えたということになります。ですが、コンサルタントになろうと思ったのは23、4歳の頃。それから14年経ってコンサルタントになりました。駆け出しの頃は全く食えなくて、本当にお金に困りました。今でこそこうやって動画ブログで、皆さんの方に顔を出してお話をさせていただいておりますけども、こうなるのにはですね、やはり10年以上はかかったと思います。で、いざですね、その20代の頃にこんなコンサルタントになりたいというのを思い出してみるとですね、十分その夢は叶っているんですけども、今自身私はどうかっていうと、もうその上の夢がありますので、それに向かってですね、チャレンジを続けているところであります。さて、今日の動画ブログのタイトルは実は本のタイトルです。世界一ふざけた夢の叶え方というね、こちらの本は翡翠小太郎さんと菅野一世さんですね。そして、柳田敦さんというね、3名の方が、協調になっておりますけども、何が世界一ふざけてるんだということなんですが、私はですね、翡翠小太郎さんの講演を聞いたことが1回だけあります。それから翡翠小太郎さんに非常に興味を持ったわけです。翡翠小太郎さんのブログ、メルマガを購読していたら、この世界一ふざけた夢の叶え方の、なんか続編がね、先日発売になったっていうことを聞きました。それで続編から読むのもなんですから、最初の、その続編の前の最初のやつですね。これが、その最初の世界一ふざけた夢の叶え方というんですけども、非常にですね、楽しそうに夢を叶えているというのがですね、この本を読んだ感想です。どうやってじゃあ夢を叶えたかっていうのは、ここではお話ししませんけども、通常の夢の叶え方とはちょっと違うようです。そのヒントがですね、冒頭のですね、この本の冒頭に書いてあるんですけども、ちょっとこう紹介させていただきますね。プロローグ、夢へワープする方法。この本は世界最速で夢が叶う方法を記した本です。その秘密は仲間です。人間が変わる方法は3つしかない。1つは時間配分を変える。2番目は住む場所を変える。3番目は付き合う人を変える。この3つの要素でしか人間は変わらない。これは時間と無駄の科学というですね、本ですね。この本を書いたのはカリスマコンサルタントの大前健一さんです。僕はこの名言をこう解釈しています。あなたを変える方法はあなたの宇宙を変えることだと、宇宙を変えるとは3つの間を変えることです。時間、空間、仲間。この3つの間こそ宇宙です。その上で僕はこう断言させてもらいます。仲間が変わったら、すべてが変わる。仲間が変わったら生きる基準が変わるからです。生きる基準が変わったら人生はあっさり変わります。ということですね。この世界一ふざけた夢の叶え方というですね、こと。翡翠小太郎さんと、小太郎さんと、菅野一世さんと柳田敦さんが1年後どうなったかというと、菅野一世さんは、1年前プータローだったものが1年後には1億円プレイヤー。翡翠小太郎さんは、赤面症の会社員だったものが1年後はベストセラー作家。そして柳田敦さんは、坊主頭のサラリーマン。そして髪が伸びて、その後出版社の新設部署の売上を10倍に、そして史上最年少の部長へと、3人ともですね、夢を叶えてしまったんですね。
ただこの本を読んでみら、いただければわかりますけども、ものすごく頑張って、辛い、ですね、修行のようなものをやったかというと、そういうことではないんですね。その、具体的な方法は、こちらの世界一ふざけた夢の叶え方をですね、読んでいただいて、自分なりにですね、実践してみてはいかがでしょうかというですね、お話です。やはりもう夢の叶え方も時代とともに変わっているということが、この本を見てよくわかりました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージMIコンサルティングの長谷川博之でした。